青らしいインターネットラジオエアプラスをお聞きの皆さん、こんばんは。青森発相川七瀬応援番組トナカイセブンのナビゲーターの流星です。トナカイセブンは FM ジャイゴウェーブで毎週月曜日の夜に青森から相川七瀬を盛り上げていこうをテーマに、毎週七瀬さんの曲を一曲紹介し、その曲にまつわるエピソードや思いなどを語っているミニコーナー的な番組です。毎週ラジオを通して七瀬さんに対する熱い思いを語っていますが、現状青森県の一部地域でしか放送を聞けません。ですので全国の七瀬ファンに向けてトナカイセブンのネット版を放送していきます。今回も七瀬さんのコピーバンドの楽曲と近々行われるライブの情報を紹介していきます。今回は金沢で活動しているチアーズと大阪で活動しているレゼルです。チアーズとレゼルはどちらも以前のトナカイプラスで取り上げたことがあります。 YouTube で音声のみの動画としてアップされていますので、気になった方は過去の放送を聞いてみてください。ライブの詳細に関しては曲の後に紹介します。レゼルに関してはボーカルの方から以前ご指摘がありまして、インターネットで検索する際にはカタカナではなくアルファベット小文字で LESAILES と入力して検索してみてください。またチアーズは今年より4人体制となりました。4月は2週続けてライブがあったり、5月にもライブがあるそうで、活動が活発化しています。お送りする曲チアーズはブレイクアウトのカバー、そしてレゼルは2017年11月大阪ルイドで行われたライブシャワー2017より Like Hard Rain のカバーです。ちなみにこの時のセットリストは恋心、 Like Hard Rain、夢見る少女ではいられない、ブレイクアウト、エブリバディゴーズ、ダリアとなっています。それでは2曲続けてお聴きください。チアーズでブレイクアウト、レゼルでライクハードリン。はい、行きます。ラストブレイクアウト。
Bye.
チアーズでブレイクアウト、レゼルでライクハードリンを聴いていただきました。それではチアーズとレゼルの今年5月6月に行われるライブの情報をお伝えします。まずはチアーズから。2019年5月25日土曜日、石川県小松市にありますプロレスバー STO にて第26回燃える闘魂ライブというイベントにチアーズが出演します。午後6時半開場、午後7時スタートで、料金は2000円、ドリンクフリーとなっています。全5組の出演でチアーズは2番目の出演、時間帯は19時半から20時頃になるそうです。詳しくはチアーズのツイッターもしくはプロレスバー STO のフェイスブックをご覧ください。続いてレゼル。2019年6月9日日曜日、ロックの日、大阪市天王寺区にありますティンズホールにてレゼルのライブがあります。午後6時開場、午後7時スタートで入場無料となっています。詳しくはレゼルのツイッターをご覧ください。最後に番組の告知。2011年3月に始まったこの番組、青森発相川七瀬応援番組トナカイセブンは、現在 FM ジャイゴウェーブで毎週月曜日夜9時から放送しているダイナミックスエアプレイ内のワンコーナーとして放送しています。放送に関する情報は青森ラジオクラブのホームページ、もしくはトナカイセブンのブログで見ることができます。ぜひチェックしてみてください。青森発相川七瀬応援番組トナカイセブンのネットラジオ版トナカイプラス、ここまでのお相手は龍瀬でした。それではまた次回お会いしましょう。